CX300 2022年モデル、他のラケットと比べてみた。自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いします。まあ、今回ですね、はい、スピン性能、操作性能、衝撃性能抜群と言われているこのラケットを他社さんのラケットと比較していきたいと思います。まあ、今回なんですけども、まあ、他にも実際打ってる動画を上げさせていただいてるんですけども、かなりコートにボールが入ります。で、特にお勧めしたいのは、試合になるとラケットが振れない方とか、なかなかこう逆に変なフォームでこう入れてしまう、スライス寄りでこう当てポーになっちゃうとか、そういった人にね、かなりお勧めできるラケットになってると思うんですね。で、スイングをちゃんとすればするほど回転かかってコートに入る構造になってます。例えばサーブ一つ取っても、スライスサーブ、スピンサーブ、フラットサーブもそうですけど、まあ、回転系のサーブ特に、でスライスショット、スピンショット、特にスピンですね、ストロークにおいては。これがしっかりね、軌道を描かないとボールが飛んでいかないっていうイメージです、僕の中で。で、まあ、他社さんのね、ラケットとこう比較しながら、まあ、どういった点でこういう、問題を抱えたり、こういう悩みがある人はこっちの方がいいよとかね、まあ、こっちじゃなくてそっちもいいよっていう、こうお話し差し上げたいと思います。よろしければ、こういうボタンとチャンネル登録、またコメント欄にね、ご意見ご感想ご要望お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、一つ目ですね、 1,2,3,4,5,6 今日7つラケットご用意してます。7つのラケット比較していきましょう。はい、まず一つ目、おはようございます。まず一つ目ね、このアエロプロドライブって結構ラケット生かしきれてない人多いんですね。ここって本当に加速がしっかりしてくるんで、やっぱりちゃんとしなるスイングができる方って間違いなくこのラケットいいんですけども、多くの方ね、ラケットをこう回す前に手首がこう回ってきたりとか、肘が回ってきたりとか、もうなんか前にラケット、横から見た時に前にラケットをこう押すことができないまま回してる方いらっしゃるんです。なのでそれってもう手打ちのスピンだったり、コントロールが定まらないボールになってくるんで、そういったこう安定感、ね、がない方はこちらはかなりおすすめです。まあ、ここの構造を見てもね、こんな感じになってると思うんですけども、まあ、ちょっと緩やかになってるのと、前よりもこう浅くなってるので、その分ボールですね、しっかりと潰れてくれますし、あとはこの引っかかりが良くて、フォロースルーをしていくことでよりコートに入るという感覚身につきますので、正しいスピンとボールの潰し方を覚えたい方はこちらおすすめです。で、まあ、アエロとくると、じゃじゃん、はい、E ゾーンですね。で、 E ゾーンもとてもいいラケットなんです。で、 E ゾーンも同じくここがね、こんな感じで流線形の構造になってるから、ここ入ってしまったりとか、あとラケット自体がちょっと硬いので、ちゃんとスイングできない人ってこう加速しきれずにここだけで打ってしまったりして、ボールに球が乗らない。だから練習の時にはある程度打てても、本番になった時にね、なんかここからボールがこう離れていくようなイメージ、あると、ね、出てくる方はやっぱこちらですね。かなり球持ちもいいし、振動も少ないし、ラケット自体がやっぱこう衝撃吸収腰を比べてしてくれるんで、結構ね、手元でガチンってこうね、喧嘩しないんですね。なのでここ すごいこう振り抜きやすくなりますから、まあ依存でちょっと硬さを感じる方ですね、ぜひ、こちらのラケット、使ってみてはいかがでしょうか。はい、でどんどんいきましょう。まあ、E ゾーンときたので、次は何がいいかなと思ったんですが、まあ、ヨネックスさんつながりで、はい、V コアの100、これ V コアの100自体は私自体も結構愛用させてもらってます。で、この両方こうパワーが出ていきます。さっきのはこう加速でこうボール潰していく感じなんですけど、ここはこインパクトに向けてプラス加速でボールを潰していく。じゃあ何が違うのかというと、当たった後のフォロースルーの処理が綺麗な方は全然 V コアで問題がないと思います。ただ当たった後に大きくは振り抜けるんだけれども、ボールをこっちだと落としきれない方、落としきれない方はこれをスイングしていくことでかなりボールを落ちてくれます。だから思ったよりも短く落ちてくれます。だからどうしてもなんかギリギリアウト多いなとかはこっち使ってた方が、あとはそうするとだんだんフォロースルーでコントロールでボールを潰すこう調整ができてきますから、そうしてくるとかなり
この差って出てくると思いますので、よろしければね、こっちでちょっとアウトしてしまう、こっち使っていくとより鋭いスピンがかかっていくと思います。で、V コアときたら、じゃあ次何にしようかなって考えて、似たようなチョイスでじゃじゃん、ヘッドのエクストリーム MP で、ヘッドのエクストリームはパワーがめちゃめちゃ出ます。なんで、ね、あのきちんとインパクトで捉えてそこから持っていける方はいいんですけども、やっぱりインパクトで力んでしまうと、どうしてもね、こうフラット気味の当たりしかできない、スピンがかかんなくてボールがコートに収まらないと、入っていくときはいいんだけども、なんだろう、試合とかでもそうです、ラリーとかでも入れなくなると、どん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 こうね、突っ込んじゃって、この抜きができない方、ね、そういった方、特にシングルスとかしてる上ではこっちの方がやっぱり回転かかりやすいですね。なのでパワーが欲しければこっちのラケットいいと思うんですけど、パワーがあっても結局フォロースルーちゃんとできないとコートにボール入っていかないじゃないですか。そうした場合はやっぱこちらの方が僕の中ではおすすめになってくるかなって。まあ、どうもうある程度自分に、ね、技術に自信があってパワーなのが欲しいって方はこっちですし、ちょっと自分の、ね、技術がちょっと足りなくてスピンかけたいなって、コートにボールを収めたいなってことはこれです。フラットサーブこっち打ちやすいです。こっちはスピン、スライスサーブ打ちやすいので、セカンドサーブにかなり差が出てくると思います。でヘッド3つながりで、ヘッド3つながりでいくと、はい、ラジカル MP ですね。はい、でこの差何なのかというと、うん、これフラット系ラケット、これスピン系ラケットと言いたいところですが、僕は結構スピン打ちやすいんですね。なこっちとこっち比べたらこっちの方が多分スピンだって言われるんですけど、僕はこっちの方がスピンかかりやすい。でやっぱフレームがね厚くて、ちょっとこうボックスなのでこう安定しやすいですね、ここの面が。でただこのラケットと比べてった時に、やっぱりフォロースルーをもっと加速させたいと、いわゆるアエロとかのようなこの加速を面が安定したまま欲しい方はこれです。だからこれとこれのいいところを合わせたのがこっちのラケットになっています。面の安定性、加速でスピンを生み出すというのがこの1本で体現できてますという感じで、いきました。あと2本ですね。はい、あと2本はじゃあこれいきましょう。ビーストニューモデル2021、これねパワーが出るし、他は僕動画にさせてもらうんです。パワーも出るし、ボールも強いボール打てます。ただ個人的に思うところは、しっかりとした力んじゃってバチンって打った時スピンはかかるんだけども、やっぱりここのフォロースルーで高さとか深さ、まあ、高さでこう深さをねこう選んでたり、あとはこのちょっと浅めのスピンを打つとかショートクロスを打つとかっていう意味でのスピンのかけ方はこっちの方がスピンはよりかかりやすいんですが、スピンとパワー出やすいんですが、こっちの方がやっぱ操作性に優れてます。ならこの高さを調節したりコースを調節したりするのもこちらの方が若干こう抜きやすくなってますから、このラケットでコントロールをつけていきたいという方はこっちですね。まあ、あとはこちらのラケットストリング選びかなり重要になってきますので、ね、そこら辺がネックになってきます。これはまあ大体どのストリング使ってもこれも貼ってあるのか、すごいナイロンの130ですけど、まあ、悪くないガッツですけども、普通にラケットの性能の良さが伝わってきたので、これポリ貼ったら最強かなと個人的には思います。で最後ですね、最後迷ったんですけど200よりも400かなと思ったので CX400 ツアーですね。これと比べた時にこっちの方がしなります。でこれはしなり半分、このトランポリン効果こうたわむやつね、たわむのが半分みたいな感じに、なってきますので、こちらのラケットでパワーボールを打ちたい方はこっちが確実におすすめできます。はい、あとはこの広いんですよね、この感覚わかりますか。前のモデルよりも広くなってて、まあ、だからちょっとアイロンに近づけてくる、まあ、今の主流のラケットって割と、まあ、ここまでなるとこうね、この横の幅なんですけど、
ここは横に広がって引っかかりやすくできてるんで、その分ボールが打ちやすくなってるんだと個人的には思いますが、結構ね他のラケット使ってお悩みの方いらっしゃれば、ちょっと今日お話した基準を参考にご検討いただければなと思います。といった形で今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。